おもちゃ昨日めっちゃ楽しかったですよね。それはお前ビルだな。ビル怒られるよ、お前9連じゃん。そっか、うん、あった。いや、ファミマよ。ファミマ。僕たちは、はい、今日、明日と、年末の年忘れファンツアーそうですに今、来てるんですね。今、ファンの方たちは3時頃到着ということで、僕たちはですね、お昼ご飯をスタッフの皆さんと食べてた帰りです。何を食べましたか？ドゥルルルルルル。ちょっと今食べたんですよ。海鮮食べました。あのね、こう置いてね。そう、牡蠣。いや、めっちゃうまかったですね。美味しかった。はい、ウインナーがめっちゃ美味しかった。ふざけんの。いや、ウインナーが。海鮮屋でウインナー頼むな。ウインナーめっちゃ美味しかったですよ。食べました？美味しかった。美味しかったですね。ちょっとこれリストがあるんで、誰か知り合いいますかね。てっちゃん何してんだろう。どっちですか？榊原の鉄人見てるからでも、これでさ、なんか嫌じゃん。せっかく見てくれてるんですよ。海鮮では何が一番って。牡蠣美味しかったね。牡蠣好きっすね、俺も。でも今日サザエ人生で初めて食べたんですよ。行けた？行けました。美味しかった。美味しいよね。でも牡蠣の方が好きですけど。牡蠣美味しかった。何これ、すげえ。これ何、幻ステージって。キモかわいい。キモかわいいパラダイスって書いてある。ええー、そんなの。ツアー外れちゃったんでまたやってください。やりたいですね。配給のやつとかいねえのか。確かに配給全然見てくんないですね。ツアー何するの教えてるって。お前今日朝起きてから、はい、俺にファンツアーの工程聞きすぎだからちょっと覚えたか。覚えます。いや今日何するのか教えてくださいって言ってるから。何するの、教えてみ。え、なんだろうな、まだ決めてない。なんだろうなって思わないんですよ。全部決まってるでしょ。全部決まってます。え、これ言っちゃっていいんですか全部。いや、あれはダメだよ。あー、ダメか、うん、じゃああれもダメだよ。あー、あれもダメっすか。これはどうですか。あれは1個しかないから。増やしてさ、なんか煽るのも良くないんだ。確かに。まあでもあれですよ、来たらあの、そうですね、まずは お出迎えして、はい、でまあそっからお話、お話もう、まあ、基本はねトークがメインの今回ツアーなんで。そうですね。いや、トークも内容も盛りだくさんなんでね。はい、いろんな内容のお話そうしますよね。チカチカしてる。チカチカって 車だからって。あ、そういうことか。メリークリスマス。そうだ、クリスマス。でももう年末っすね。もう早いな、人生。誰かいます？誰か知ってますか？知ってない。てっちゃん一緒に、てっちゃん、一緒にやろうよインスタライブ。これ話せるんで、一緒に。コメントしてるじゃん。そこから笑ってはいけないもの。何言ってんだよ。あー、ホテルで待ってます。早くない？え、マギー、マギーって言うな、お前。浸透してないからさ、マギーは。あ、すごいよ、海。
あーあーあダメだ、全然山になった。惜しい。めっちゃちょ、まだヒゲ剃ってないから。え、マジっすか。そう、触れてるし、すごい。見えます。見える。あんま分かんない、目悪いんで。お前は別に分かって分かんない。富士山。え、マジ綺麗。え、なんか上にあれなんですね、煙っていうか噴火寸前みたいな。雲でしょあれ。え、違いますよ多分。雲で。え、雲があんぐらいに位置なだけでしょ。そういうことか。バカだなお前は。試しにやってみますか。撮影中かな。あれ、え、映ってるよ健太くん。どうしよう、ちょっと健太くん、ゲストがすごいな。ヤホン、はじめまして。こんにちは。こんにちは、小坂亮太郎と申します。行ってます。カジキとサトリです。すげえヒーローだ。すげえ。カジキとサソリです。今これ 何のあれ？ケンタとリョウタロウくんはこれから缶ツアー使ってて。すごいっすね。え、撮影してんの今。ちょ、あれ伝説ちょっと。いいこれなんかもう。え、ちょっと。お、次から次へとヒーロー。あ、初めまして。初めまして。ケントです。初めまして、南圭介です。じゃあこんなの 見せるもんじゃないの、お客さんに。いいんですか。ただの自己紹介。ちょっとすいません、なんか。すごい。あ、いや、すごい。すごいね、これ。いや、アップにせんでええねん。インスタ？そう、インスタライブで、ケンタのコメントしてたら、うん、ケンタから興味が出てくる。マジで、ね、ちょっと出てくれると思わなかった。でも多分、今多分ケンタのもちろんファンの方とか、うん、リョウタロウくんのファンの方がいっぱいコメントして何してんねんみたいな思ってるから、うん、早々に退出したいと思いますよ。ちょっと、え、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこれケンタくん、これ どうやって切るのこれ。これなんか俺ら迷惑かけてる気がするよ。いや全然。え、これね、俺らが切らなきゃダメなのかな。わかんない、わからない。これ初めての試みやからわからない。俺らもわかんない。すごい。とりあえずはね、ちょっと俺ケンタくん後でインスタグラムフォローするから今度俺のインスタライブにも出てね。出るよし。ちょっと今聞こえないから、カンゴールの CM みたいになってる。いやもう帽子だけや、帽子だけ。うん、今耳を澄ましてる。リョウタロクのハミやかと。ちょっとすいません、ありがとうね。ありがとうございます。ごめんね、ごめんね。またちょっと連絡します。ありがとうございます。ああ、もうありがとうございます。ありがとうございます。またすげえ、すごい。ホームソルジャー、すげえ。びっくりした、びっくりした。でも初めましてだから出てくれると思わなくて、ちょっとヒーローがいっぱい出てきた。そうですね。ってびっくりした。やった。弟に自慢できるわ、今日も。今日のことも。俺のインスタライブには。これあれだよ、だからさ。なんか敵に襲われたらインスタライブしたらいいんじゃない。ああ、逆に。そうそう。そういうことか。あの3人は来てくれるって。助けてくれる、うん、助けてくれる。あ、ユニクロ。ありますよ。ユニクロ見せてどうするんですか。しりとりやりません。しりとりやろう。めっちゃ好きなんですよ。うん、どうする。あの、このでやる。うん、分かった。あのこれ何こう置けないか。これ、はい、いや、どっちがやるかと思うんだけど。しりとりりんごごままりもはい、ダメー。あ、やっぱゆっくり行きましょう。これを見てゆっくり行きたかったの。ちょっと毎回僕らのね、はい、インスタライブっていうのはその急に終わるっていうのが決まりなわけですよ。そうですね。やっぱちょっとその今日もどこで終わるかっていうの
これも移動中だからやってるわけで、今日アーカイブ残してくださいって言われてるんだけどさ、はい、これでもあの向こうの3人出てくれてるからさ、確かにちょっとアーカイブ残すとね、はい、うん、個々の事務所の方々にね、どうなの、ちょっとご連